見慣れない場所に出ましたね。一体どこなのでしょう。ここは、いや、そんなはずはないか。この場所を知っているんですか。僕の思い過ごしかもしれない。ただ似ていると思ったんだ、かつて僕が戦った場所にね。ロイが生きた世界の話ですか。よかったら聞かせてください。ああ、昔僕はここに似た場所でベルンという大国の軍と戦ったんだ。その時の敵将マードックは本当に強かった。彼の先父であるトマホークの一撃、その強さ、重さは僕の記憶にしっかりと刻まれている。想像を絶する過酷な戦いだったんだ。でもそんな辛い戦いも懐かしいと思わずにはいられない。ロイにとっては大切な思い出なんですね。うん、なんだか胸に熱いものが込み上げてくる。頼みがあるんだ。ここで僕と戦ってほしい。ロイとですか。これはきっと君に用意された試練なんだ。その相手はマードックではなくて僕というわけさ。見事僕を打ち破ってくれ。そうすれば君ともっと深い絆を結ぶことができる。そしてより大きな力を君に貸すことができる。お願いできるかい。わかりました。あなたと戦います。きっと打ち勝ってみせますよ。君ならこの戦場をどう攻略するのかな。楽しみにしてるよ。いずこじゃ。任せて。ええ。行こうか。ご命令を。こちらユナカ。ハセさんじます。お願いします。必ず勝つ。竜の守り人として走りましょう。
33代目の実力です。
バチバコにしてやんぞ。さまあ、ご覧あそばせ。見ていてくれましたか？私は絶対に負けん。子供ではありませんです。まだ元気じゃ。必殺一撃。
のに。誰にも負けないくらい強く。こんなものかな。渡すから。神竜として忘れません。
攻めつながら。なんで命を捨てようとするん。するほど甘くはない。
けません。おとなしくできるかよ。もう子供ではありませんです。はい、命の恩人やね。
界と遊ぼうや。お見苦しいところは。君が相手か。これは気を抜けないね。そう言ってもらえるのはありがたい。私も同じ気持ちだ。ブロディアに託された紋章師たるロイには無様な戦いを見せられんからな。お互いいい勝負ができそうだ。さあ戦おうか、ディアマンド。こんなの。
私は絶対に負けぬ。僕はもっと強くなってみせる。やっ、力が有り余ってますよ。随分とやわですもんね。
出そう。すみません。ありがとう。僕に付き合ってくれて。気を抜いたらきっと負けていました。二度とロイを敵に回したくないですね。そこまで言われるとなんだか照れるな。どうかしたんですか？私の顔をじっと見て。いや、君を見ているとある少女のことを思い出すんだ。彼女の名はイドゥ。ベルン王ゼフィールによって人類を滅ぼすことを命じられた魔竜だ。魔竜。彼女も左右の瞳の色が違っていてね。それにどことなく雰囲気も似ている気がする。そんな方がいたんですね。それでロイはその人魔竜と戦ったんですか？僕は決断を迫られた。彼女を倒し竜を滅ぼすのか、それとも人類の敵である竜の命を救うのか。そしてこの続きはまたいつか話すよ。戦いが終わって世の中が平和になったらね。え、わかりました。約束ですよ。その日が来るのを楽しみに待っています。うん、約束だ。これからもよろしく。